イピースに電話してみて。スースーすす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 すアイドルがよく言いがちなクソみたいな発言してください。みんながいるから私たち頑張れるんです。嘘つけよお前、これやがな。お前あんなの全員これやがな。お前なんとも思ったらこれや。お前だからいい加減変顔やめて。殺すぞ。はいどうも皆さんこんにちは、 TAKKU タックです。あ、昨日眼科行ってきまして、まあ、結膜炎もほぼほぼ治って腫れも引いてきたんですけども、割と眼科って高いんですね。もう知らなかったんですけどね。え、結構これするんですね。もうこうするだけじゃないですか、こうやって。もう先生がね、こうやってするだけなのに結構高いんですね。はっきり言うとりますけども、はい、皆さん、まあ、心配してくださって、まあ、おかげさまで治りました。まあ、おかげさまでって、まあ、君たちは何もしてないんですけども、まあ、眼科行くじゃないですか。ただね、先生がこう、まあ、おっちゃんだったんですけど、ああ、結膜炎になってます、言って。ああ、でしょって言ったら、でもなんかそんな言うほど目が腫れてないですね、よかったですね、って言われて。だから僕言ったんですよ、ちょっと。ああ、もともと僕ちょっと腫れぼったい目してまして、みたいに言ったら、なんか書きながら、ふふって言う。焼くぞ、お前。全部焼くぞ、お前の仕打ちとか。気をつけてね、そういうの気をつけてると、お客さんやから。気をつけてください。はい、というわけで、まあ、そんな感じで質問コーナーの回答編ですね。もう大変お待たせしました。もう毎回言ってるよねこれ。でね、僕ちょっと今回から質問コーナーの動画の編集を変えようと。前までなんかブワーってやってたじゃないですか。もうなんか200個とかやってたじゃないですか。まあやりたいんですよ、あれも。きついっすよあれ、編集がもう。まああれやりだしたの僕ですよ。あんなことやりだしたのあれ僕です。あれをあれがきつい。その毎月って考えたら、まあ、その毎月にしたのも俺なんですけどね。全部俺が やり始めたことなんですけど、もう勘弁してくれ。うん、なんだよお前ら、何ちょっと引いてんの、ぶっ飛ばすぞお前。はい、まあなんで今回からですね、まあ、僕が答えたいなと思ったやつだけにします。はい、なんかあこれ面白いなとか、これセンスあるなとかと思ったんですけどね、来てる質問見るじゃないですか、ろくなのが一つもない。ちょっと見てみましょうか。はい、こちら。海に簡易トイレ400個建ててください。こいつボランティア団体から集団リンチ受けたらいいのに。すせとは言ってもね、僕のためにこう時間を割いて質問してくださってるんで、本当にそこは感謝してます。本当にたくさんの質問ありがとうございました。太陽圏、ただ答えられないのが多い。例えばこれとか。ブルーレイの上で開脚前転してください。まずブルーレイ持ってないよね。5メートルジャンプして。ここできたら YouTuber やってないよね。マンホールで目玉焼き焼いてください。梅雨、福岡記録的豪雨ナウ。梅雨、盗んだバイクで走り出して。尾崎豊か。のばば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 まあいいんですよ、そんなことは。まあどんどん行きましょうか。はい、超セクシーな投げキスしてください。壁に向かって。はい、なんだもうええわ。質問です、初めてですごく緊張します。何歳ですか。あ、21歳老け顔です。あと何人ですか。何人とはどういうことだ。あー、経験人数なら9人だ。決め構わん。ブース黙れ。なんでいつも動画で寝てるんですか。目が細いだけだわ。はい、右手上げて。ほい、左手上げて。ほい、何やってんの。ドキブリー。お前食ったろな。タクさん、タクさん、どうしてそんなにいじられるんですか。確かに不思議なことですね。夜になればいじくられるのが好きなあなたたちが私をいじるのが好きって不思議ですよね。本当に不思議だ。東京にいつ来るか決まってますか。あ、これすごくいい質問ですね。これ告知になります。まあ皆さんに一回も言ったことなかったと思うんですけども、東京に行く予定全くございません。第2回あ、でも1000人行ったら福岡でオフ会しようかなと思ってるんで、皆さんチャンネル登録者1000人行くまで頑張ってください。どうするよオフ会、会えるぜ。どうするどうする、どうしよう、どうする。 AKB グループのメンバー全員言えますか。ああ、僕昔のメンバーだったら言えますよ。まあセンター前田敦子、デラックス。何よ爆発して。めっちゃしつこいやん。で俺結局のところそれで自分から爆発することってできないから、わっ小さい、ここポンって、小さい、ここ、何これ。女性リスナーを惚れさせる一言まで3219。なんか悩み事とかあったら言ってこいよ。それで DM して明日からまた楽しいってなれるんだったら俺は全然相手になるし、俺でよかったら相談に乗るし、なんかあったら言ってこいよ。全部無視するけど。今までやってきた一番くだらないことをもう一度。この動画を最初から見ていただいたらいいと思います。おーい。はい、というわけでたくさんの質問本当にありがとうございました。ちょっと前回よりかは質問の数もね、動画の尺も短くなってしまったんですけども、まあ、フィジカルに、まあ、カーニバル的な
まあ、ユニバーサルでインタレスティングのフォーエバーな質問コーナーが作れたんじゃないかなと思います。皆さんぜひチャンネル登録してください。あとチャンネル登録してないやつはとっととしてください。はい、もうバンバンしてってください。もう一回見たらもうして、なんか面倒いわしてって毎回毎回いる。あれ俺ずっと思ってたんですよ、登録お願いしますって。もう見たらしたらええやん、もうしてお邪魔しまーす登録みたいなもんやから。すごい上から言うように見えてこれあれやからね、これもうバイバイ。